リファイト。お疲れ様です。今日はね、ハッピーなお知らせだったですね。うん。LINE の登録者が計算になると、まだまだ道は険しいかなと思いますが、でもまあ、嬉しいプラスワンですよね。うん。まあ、まずはそのことを伝えたくって、今日は市役所前に来ております。今日は役所仕事があるんでね、せめて市役所の階段を駆け足で登ろうかなと思っています。それじゃあ、リファイト、行ってきます。それじゃあ、リファイト。市役所にやってまいりました。私の伺うところは7階だそうです。当然階段で行ってきます。それじゃあ3階までやってきました。なんか親切にもこんなことが書いてます。飴玉1個を消費したみたいですね。13階まで上がれば歩行10分の効果あり、7階までなんで歩行5分の効果かな。5階まで来ました。駆け足が止まりました。こっから歩いていきます。やっぱ登るのってきついですね。7階到着。まあ1分もかかんなかったです。当たり前か。じゃあ行ってきます。はい、今申請作業終わりました。ものの 2,3 分で受理していただいて、あとは自宅に必要な書類が届くということでございます。じゃあやっぱり階段で帰りましょうか。階段の降りる作業っていうのは上る作業の2分の1のカロリーでいけるらしいですよね。もっと言うと2分の1のカロリーを消費してくださるということなんで、こんな美味しい上り下りの交通手段はないですね。エレベーターなんて乗ってられないです。はい、少しでもスタミナに寄与するように動きたいと思います。じゃあリファイト。はい、リファイト。全ての役目が終わりました。汗かきましたね、やっぱりね。この立体駐車場も3階までなんですけども、当然歩いて登ると歩いて降りるということでございます。まあ3階ぐらいだったらね、エレベーター使わない方が早いしいいですよね。まあ終わりです。ありがとうございました。お疲れ様です。